っきは言い過ぎた。シエスタ。お幸せに。シエスタ。シエスタ、聞こえてるか。聞こえない。シェル、ルビアさん。今は執事のアルバイト中ではありませんでしょ。ミス・ルビアでよろしくてよ、シェロ。ちょっと、慣れ慣れしいわよ、あなた。あら、ミス・トーサか。私は同級生であり、同じアパルトメントに住む隣人。落ち着け、トーサか。シェロ。調子に乗るな。あら、綺麗な部屋ですね。仕事はいいんすか、尾形さん。ええ、ありがとう。片付けたの俺だけどな。凄まじい無言の圧力。何？何を訴えかけてんの？はあ。これはまた。そろそろ話してもらえます？32。ゼロチェック。私は31秒しか手をつないでませんのに。あのブライ32秒も万死に値します。こわっ。てか数えてたの。可愛いに決まってんだろうが。こらつか、何妹に色目使ってんだてめ。アスタは私のお婿さんになるんだから。お婿さん。気になってついてきてみたら、どうなってんの、どうなってんの。という人がありながら、ムカつくことがさらにムカついたり。嫌でありんすね、おばさんは。賞味期限切れのせいか世話しなくて。食品ディスプレイは大量に盛り上げてるみたいだけど、実際はねえ。くぶらすぞてめえ。誰が賞味期限切れだこれ。友人が自分と関わりない人と話しているとき、自ら入っていくことができない性質を持つ。そしてその感情は、あるいは嫉妬と呼ぶこともできるのかもしれない。なんか視線を感じる。とにかく、なんか困ってたらお姉さんに相談しろよな。ありがとうございます。やっほー、コミサー。いやー、これは違う。冬空くんとはどういう関係なの？私が地縛霊として取り付いている部屋に木枯らしさんが引っ越してきたんです。それでどうしたの？今は木枯らしさんと同じ部屋に住んでいます。冬空くん、ユーナのやつ何話したんだ？一緒に腕組んで歩いてた人、誰？ああ、チカちゃんのこと？チカちゃん？ああ、シンドウのさ、彼女、チカちゃんは、だから別にチカちゃんは、堀さん、聞いてよ、チカ、おお、チカ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 、うるさい！だって、名字知らないんだもん。バカエリカ、何やってんだ。ここは教室だぞ。あら、今朝だって無垢な赤子のように甘える私をあんなにも可愛がってくれたじゃない。草薙さん。マリアさん、この健全なる学び屋でまたそのようなハレンチな行動を。どうした、見つけたのか。これ何？お前なんでそれを。師匠
探していたら見つけた。ていうかこれ何？何って。たく、聞こえないふりするのも大変なんだから。もう私は自分の可愛さに気づいていない無垢な美少女なのよ。設定を壊さないでほしいわね。さあ、あっちを見ないようにしなきゃ。聞こえないふり、聞こえないふり。クソー、今女の声でクソって。まさかねえ、今日スイーツバイキング行かね。あれは佐伯と転校生のアイルさん。なんで一体あの二人はどういう。あ、ちょっと邪魔よ。何こいつ。佐伯としてそうに喋って。何を。あの出馬されたのですね。あ、あ、篠宮さん、これからはライバルというわけね。パコジマくん、お互いいい戦いをしましょう。はい、負けませんよ。それじゃ。何ニヤニヤしてんのよ。やべ、ごめんなさないで、ちゃんと説明しなさいよ。どういう関係なの。カジノ。つまり夜まで待てるくらいなら、私は怠惰のトリニティセブンになんてなってないのよ。なるほど、正論。あーい、うん、じゃーデコラー。あら、先生も混ざりたいの。混ざります。うん、ダブルボインというのも確かに嬉しいのだが残念だ。あらたー、よかったら止まってもいいし。いいのか。うん、来て来て。止まる。出会って間もない女性の家に泊まるってバッカじゃないの。バッカじゃないの。アイン様、少しだけ退出してもよろしいでしょうか。すぐに戻りますので。うん、まあよい、行け。ありがとうございます。しなよ。ほど。お兄さん争奪戦ということですね。この私もふるって参加しますわ。できれば好きになってもらえたらって。それってキリス先生のこと。は？いや、あの先生すげえ不器用というか勘違いされやすいんだけど、本当はあったかくて生徒思いのいい先生なんだよ。主語を明確にして話していただけますか。僕いつもはスパッツ履いてるんだけど、今日はスパッツ履いてないんだ。履いて。待ってください。ルーノ作動さん。じゃあ俺が先だ。からかっても無駄だからな。うん、アーキー、ちょっとこっちに来て。アキシタ君、お話があります。ユージ。あ、どうした。なんだなんだ一体。何これ。だからそれもあいつらが無理やり。隙間絶殺。それ気合い入れろ。いや、いっそ下半身切っとけ。ホラーじゃないんだから。ずいぶん仲いいんですね。おお、さやかがいない間にいろいろあってな。そりゃもうねっとりぐっとりと。ひどい仲間じゃないですか。誰が仲間。エーデルフェルト家次期当主ルビアゼリッタ・エーデルフェルトがレクチャーして差し上げましょう。ネクゴリフ言ってろ。痛い。なんなのよあのなりきん女。なんで倒れないのよ。ルビアさんも悪い人じゃないんだから。だいたいどこであいつと知り合ったの。いや、こっちに来たばかりの時お互い道に迷って。痛い。ヘドヤー。